こんにちは。都イの金貸しで有名なマンダ銀次郎。まあ、それを演じる竹内力さんが、なんとですね、YouTube チャンネルを始めております。2022年の7月4日、あ、ですんで、もう3日経ってるんですね。で、今、私もそれを知って見に行ったんですけども、再生回数が4397、チャンネル登録が1330人ということで、なんともうすでにですね、 え、広告収入をゲットできる立場にいるということと、あと撮影されてるのがこれご自宅のような気がするんですが、竹内力さんは元大使館邸を買い取って、で、そこで暮らしてるんですよ。確かね、9億円ぐらいで買ったらしいですね。で、お風呂がいっぱいあって、トイレもいっぱいあって、ベッドルームもいっぱいあって、みたいな超豪邸暮らしだそうです。まあ、大使館で暮らしてますからね、やっぱ桁外れですね。 うん、やっぱりトイチで金を稼ぐと、ここまで行くのかなってところでございます。え、そしてすでに60を過ぎたと思いますけども、年齢的に、ちょっとね、金髪なのかな、頭はね。うん、でもなんかこう、精悍な顔つきと、うん、マンダ銀次郎みたいなスーツは相変わらずということで、これどこで買ってるんですかねビビコですかね <laughs> まあこういったヤクザスーツもパシッと似合う、まあ昭和の男だなって感じます。ぜひね、えー、軟弱な日本男児に活を入れていただきたいと思います。えー、ということでこれから私ね、えー、竹内力さんの動画拝見します。9分ぐらいあるそうなんですけども、非常に楽しみで、えー、もう台本もなし、えー、練習もなし、えー、監督もなしで、生のね、YouTube で竹内さん力さんがファンの私たちに何を語ってくれるのか、非常に楽しみにしたいと思います。じゃあ行ってきます。